マットすごい。最後盛り上がるとこめちゃめちゃいいね。ちょ、俺ネクストフロンティアで俺のマット作ってくれるって約束はみんな。まだ全然作ってくれないんだけど、ネクストフロンティアで。いや、これめっちゃ良かったね。こっちのバトラーマット見てくれ。もう絶対高田健士とザナルカントとかでしょ。もう絶対普通だろそれ。何これ鼻から出たピーナッツ、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 鼻から…やってる放題やってんな、マジでやりたい放題やってるってガチで。やりたい放題やってんなマジで。本物よりうまいとか言うなコメントって、こういうの。気持ち悪くない？なんか。子供なのね、
夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でこんなに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメだよダメだよダメだよシンプルにズラじゃんもうシンプルにズラでしょ普通にでパンケーキがもう馴染みすぎてる笑うでしょ。こいつ俺の世界一記念になんか特訓起こしないの？おい、インタビューを受ける、何 ?MUR? そんなん投稿しなくていいから俺の世界一記念をあげてくれ。なあ。お前かよ、タチエ！いや、ちょっとこれバトラー踊るよかった、マジで。神やん、これ。神。ネクストフロンティアのマット待ってます。うるさっ。一応ずるこなって、なんだっけ、世界だっけ。139世界と同じくらい嬉しかったな。日本一が抜かれましたよみたいなことを言われて、真っ先に小見さんにリプライ送ったのよ、迷わず。本当におめでとうと思って10分ぐらい経ってなんかすごい悲しくなってきちゃって、でそれは抜かれたことに対することじゃなくて、俺がもう本当に 100% おめでとうって気持ちでリプライを送れたことに対して自分で悲しくなった。これ俺終わったんだなと思ったの自分で。速攻やっとるやん。速攻やっとるやん。いや、悲しく始めるわ。まずもう動きをね、もう一から見直すわ。さらなるブラッシュアップを。今のまま記録を狙ってもいいのだが、イチローも言ったよ、自分に変化。見て見て、ここのコメントひどいよ、ほらやばいっしょ、これよく悩なかったよ、これいいのだが、イチローも言ったよ、自分に変化を求めないやつはどんどん衰えていくって。さらにレベルアップして帰ってきた、前と一緒じゃなくて。バトラー投資しないのとか言われてたら、お前らが言ってくれ、バトラー今長期的に見てんだよ、死ねっつって。いやでもこう見たら本当に良かったな、焦らなくて。俺が一番嫌いな言葉教えてあげようか、妥協。泳ぐなてめえ、どこにいんだよ、おいおい、どこだおい、よっとーや。あ、これこれやってよかったよ本当に。やったね、当たった、やったやった。これで終わりだ。いや、四駆が一番きつかった。これはやった。
すごっ。2019年。台風に怯えてたとき、俺は4位だったのか。台風に怯える。1位チーズ、1385。この時から13851?マジで言ってんのこれ。俺本当に言ってる?やばくない?こいつ普通に。普通にやばいでしょ。俺が改造やってた時が、あ、シンプリが記録出した時か。ファンケーションが地味に1秒更新して。で、タッコが出てきた。タッコが出てきたのが2020年入ってから。で、リアムが、あ、待って。世界取る。2020年4月か。1年前か。はぁ、あ。チーズ、タッコ、シンプリ、パンケー。あ、ここら辺は、結構しんの。で、5月にシンプリ、13828。いや、やばいでしょ、普通に2020年5月に13828出してんの。やばいでしょ。で、2020年6月、俺が13916。2回立ち10251達成。2022年7月。いや、すごいな、俺も。それもやばいな。で、2020年10月、13912。で、ここで沼ってやめたんだよな。で、2020年11月、100センチまで、162センチ目指して冒険する。6月なんか俺も俺っぽいよな。最高だわ。待って。バトラーマリオ6の落ち目が下がる。12月12。最高だわ。で、チーズが13825で奪還。2月。最うわ、やば、ここのラッシュやばいな、マジで。最いや、ほんと、ここら、3月ぐらいからやばかったよな、マジで。どれぐらいだっけ?いや、ここぐらいからやばかったよな、マジで。更新が。最後にたどり着いた答え。3月20。やば、俺。やばいでしょ、普通にこれ。普通にやばいでしょ、俺。異常すぎでしょ、これ見てたら。2年遡ってるのに、俺 1ヶ月でこんだけやってるけど、普通に。やばいでしょ、普通に。これってマリオ6も大好きなのよ。俺すごいでしょ普通に。区間練習してよかったね。よーやば。まだ1位がすごい違和感。もう山田勝美とペコラで台無しだ、もう。もう。